反乱軍は織田軍との戦いに勝利、今川義元と袁紹を味方に引き入れ、織田軍の切り崩しに成功する。そして彼らから重大な情報を聞き出す。織田信長はこの異界に散らばる腕輪を求めていた。彼はそのために同盟を組む北条の忍び風魔小太郎を各地に派遣、腕輪の行方を探らせているという。そんな中、風魔小太郎の目撃情報がもたらされる。信長の謎の力を解く手がかりをつかめるかもしれない。反乱軍は小太郎が目撃された地に急行した。というわけで到着。風魔の旦那はまだいるみたいっすね。いやー、間に合ってよかった。穴井大義、それと銀平殿、ジョコ殿、二人とも急に誘っちゃって悪かったね。いえ、いいんです。こういう時のためにジョコ殿に鍛錬してもらっていただけですから。いな、鍛えられたのは拙者の方でござる。銀平殿のおかげで随分腕力がつき申した。今回の戦にてそれを生かしてみせましょうぞ。鍛錬をちらっと覗いた限りでは二人の強さは本物ですぜ。ここは頼みにしちゃっていいかと。心強い味方が来てくれて助かるよ。風魔の忍びは一筋縄ではいかぬ相手。北条軍も氏康不在だからって気は抜けんしねえ。信長の秘密に迫るためにも各々力を尽くしてもらいたい。はい、力いっぱい頑張ります。この上皇命にお任せあれ。まったく、なぜ名族たるこの私が危険に身を投じるような真似をせねばならぬのだ。まあまあ、そうぼやかないで頑張りましょうって。それにしても風魔の旦那、今回は楽に尻尾をつかませてくれたにゃん。この運に乗っていい情報がつかめますように。加藤氏康の真意、あの忍びに教えてもらおうかね。風魔の旦那をそっち見りゃいいんすね。さてて、敵はただの患者か。この名族炎鵬書が出るまでもあるまい。どうしよう、炎鵬殿が動いてくれません。冥族に無理強いはできないね。けど袁紹殿が果たして本気かどうか。風魔さんの腕輪を探してるんでしょ。私にもその情報教えてほしいの。だって得意の関係で敵を割らせてみる。うるさい。あれ、風魔さん以外に人間がいるけど。今あの者だも氏康の忍びを狙ってるようだ。先に接触されるとちょっとまずいの。敵の敵は敵ってことですね。じゃあ、あいつらも全員やっちまいます。あれ、新しい敵が。ヒリキですが、頑張ります。奴らの相手はお任せあれ。拙者の部で撃退戦。信長さんに従ってて大丈夫？大変だ。時間ってとんでもないことが起こっちゃうの。何？とんでもないことって？私たち、信長に協力したらまずいんじゃ。しっかりして、はい。
今はお父様を信じて進まなきゃ。獅子奮陣の働き、見事。それでこそこの炎魂諸葛軍の勝である。これは狙う勢力の一つ。信長に教えてやる。風魔の旦那、またよからぬことを考えてますな。あなたの戦、お願い。まがまがしい連中は片付いたようだね。じゃあ当初の目的を達成しようか。へい、風魔の旦那をとっちめる気圧ですね。あとは無事に接しよう。怪しい女、いきなり襲ってきて。兵たちが傷ついてしまった。カイン、一度体勢を立て直しましょう。信行様、一段と真面目だにゃ。あの荒手、まがまがしい兵を連れておるの。カナダの戦、わし戦の経験長いけど初めて見たよ。あの乱入してきた人たち、風魔の旦那の親戚？あ、違った。でも不気味なところがそっくりだね。あの人たち、すごく顔色が悪いみたい。どこか調子でも悪いのかな。門を開いて本陣に交代。柵の匂いがプンプンするが、果たして。敵が集まってきてますね。頑張って倒さないと。ここは拙者が出る。我が武にて策ごと打ち破ってみせよう。獅子奮陣の働き、見事。それでこそこの炎魂諸葛軍の勝である。異形の舞台が相手とは。だが相手が誰であろうと拙者の心は揺るがぬ。打ちと打ち休むだけど、一番の問題は信長じゃな。あの男、一体何を考えておるのやら。まあ、信長は元の世界でも理解不能ですから。本陣に氏康の忍びはいないようじゃね。ってことは、やっぱり罠にかかってくれて嬉しいぜ。ここからは加藤忠犬が相手だ。お見せしよう。好きにはさせん。罠を見抜けなんては忍び失格。とりあえずこいつは何とかしやす。俺の負けだ。あとは好きにしてくれ。加工派の花田の一派、敵ながら見事。武をもって恩義に報い申したな。我に用があるんだ。そんなにたくさん呼んでないよ。これは一人一人倒すしかないかね。風魔の旦那、ここで分身の術ですかい。じゃあ異世界忍術対決と参りますか。真の術とは恐ろしき技よ。誘惑されずに実態を見極めねば。すごい。私も頑張って鍛えればできるようになるかも。腕輪とかあの女とか気になることはあるけど、今は小太郎を守らなきゃ。出番かな。風魔さんを撃たせない。あとは私、私が相手を務めます。よし、打ち取ったり。まさに武の道を行く者と言うべきか。見事な戦ぶりを。信じて戦ってきた。でも負けてしまった。私は
は一体どうすれば。生きるか。背中を見せるは恥だが、やるわい。ことたちには知っていることを話してもらおうかね。って言っても、はわからないわ。小太郎は腕輪を探してること。親方様は信長の覚悟を認めてること。それぐらいよ。私たちはお父様を信じついてきました。でも、もし腕輪を使うと恐ろしいことが起こるのなら、これ以上、織田軍の元で戦うことはできません。どうか私を連れて行ってください。お父様に真実を確かめるために。簡単にはうなずけないね。わしらと一緒にいれば氏康とも戦うことになるだろうし。承知の上です。
それぐらいの覚悟を持って問わなければきっとお父様は何も答えてはくださらない。なら私も一緒に。正直あの女の言葉気になって仕方ないんです。納得できない限り信長に協力なんかできない。俺もただ姫様への恩返しでいただけだしな。知ってる顔もいるしそっちに受け入れてもらえると嬉しいんだが。皆の考えは分かった。ならば喜んで受け入れよう。こちらとしても戦力が増えるのは大歓迎じゃし。ああ、これからは皆さんと一緒に戦えるんですね。よろしくお願いします。そういえばあの謎の軍勢は何だったのでござろう。信長とは別の勢力のようだったが。信長のことも解き明かせていないのにまた謎が増えちゃったね。いろいろ偵察はしてましたがあんなのを見たのは今日が初めてですぜ。ん？初めてのはずだよね。うまくいったか？成功したか？うまくいったもんだ。